はい、おはようございます。アンジです。いつもブログを見ていただきありがとうございます。はい、ですね、今日はですね、この座骨神経痛についてお話ししていきたいと思います。はい、でこの座骨神経痛はですね、よくあるその症状でですね、腰、お尻、太もものしびれっていうのがですね、代表的な症状だと言われています。で、実際ですね、力が抜けるとかですね、力が入らないとか、そういうお言葉、そういう症状も訴えられる方がおられます。で実際ですね、座骨神経って言いながらですね、実はこれ座骨の神経ではなくてですね、筋肉のその拘縮っていうのが一つの原因じゃないかとよく言われております、最近ですね。で、座骨でですね、よく言われる症状、今言いましたけども、やはりそのお尻、腰、ね、太ももですねのしびれ、ビリビリジリジリする痛、しびれと、仰向けになった時にその指先とかですね、太もももそうなんですけども、この側面ですよね、側面がどうしてもこのしびれ感があると。であとは先ほども言いましたけど、その脱力感という力が抜けるような感じ、力が入らないというですね、そんな感じなんですね。で僕のところもですね、その前回のその狭窄症の話もそうなんですけども、やはり、その筋肉に何て言うんでしょうか、原因が僕はあると思って施術をしております。で実際ですね、神経にも原因があるということもあるんですが、ほとんどはですね、その筋肉のその拘縮、硬くなっているからですね、原因で、そこを緩めていくことによってですね、その座骨神経痛のしびれであるとか、そういう不快感、筋肉のその脱力感というか低下というかですね、筋肉のその落ちた感じ、力が入らないんでね、そういう感じがですね、こう軽減していくというような感じで、施術をしていっております。で実際ですね、そのよく座骨、僕も結構ね、その座りすぎたらですね、やっぱこのお尻のここが痛くなるわけなんですよ。これね、でこうどんどん叩くじゃないですか、トン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 。やはりそれって何かというと、自然の本能と一緒でですね、やはりそこに違和感を感じているわけなんですね。だから、そこの、いわば臀部の筋肉を緩めてあげる、あとは太ももの筋肉も状態を良くしていく、そんな感じでですね、座骨、神経痛っていうのもですね、取っていきます。であとはですね、ご自身でもできるストレッチ、いえば僕はストレッチレターとかですね、こうまめに送ってるんですけども、そういうものをですね、使っていくことによって、その座骨の違和感っていうのをですね、軽減していきますので、ぜひですね、座骨神経痛と言われても、お医者さんにね、座骨神経痛と言われても、神経が悪いとかそういう問題ではないので、まずですね、その筋肉の状態をですね、良くしていってから、またそれで悪かったら、しびれが取れなかったら、またそこは考えたらいいかなと思いますので、まず筋肉を緩めるっていうことをですね、頭に入れてほしいと思います。はい、こんな感じで今日は座骨神経痛のお話をしました。次回ですね、またお会いしましょう。それでは、さよなら。